鋼色の空の彼方への脚本を務めていただきました。鳴子高哉さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。鳴子高哉と申します。よろしくお願いします。もう今回ありがとうございました。とんでもない、ですとんでもないです。影さんいご無沙してます。本当に。はい、まあ、あの、大須であった以来ですね。そうですね。皆さんとお食事させていただいて。はい、あの時はまだストーリーできてなかった。 そうですね、すねなんとなくプロットって言って、その放送はあるけど、内容の例えばセリフ一つやったりとか、その辺はまだこれからっていうそうですね、<回>台本みたいなのは、あの時点で見てなかったはずなので、そうですね、そうですね、はい、確かカレーを食べた記憶が <laughs> ありますね、2日目、ですさんもいらっしゃすね、はい、カレーを食べましたね、<laughs> <laughs> はい、本当に鳴、まあ、子さんになければ、まあ、今回の映画、いそれはそうですけどもね。えまあ、成子さんは、えーっと 普段は構成作家さんうですそね、構成作家だったりあとちょっと畑と言いますかお笑いの方をやらせていただくことが多くてお笑いの構成作家そうですね、はい、いわゆるバラエティー番組でしたり、はい、あの台本書くといってもコントを書いたりですとか。はい <laughs> っていう話がまあ多いかなっていうところでそんな幅広くやってらっしゃるんですかいやいや幅広く聞かせてるんですよこうやって、ま、<laughs> ない枠をできるだけ広く広くいやそれができる <laughs> できること自体すごいじゃないですかいやいや,いやこんなんもう言うてるだけなんで本当に、えー、まあまあナルコさんがなければまあできあがらなかった映画ってもうそれは間違いないんですけどもあま,、えー、まあ今回の映画まあ音楽 ヘビーメタルみたいな、はい、まあ普段ナルコさんがあまり関わらないヘビーメタルに関わらないですよねそう,そうですね正直なところこれ最終の話来た時はえー、ヘビーメタルみたいにならなかったんですかなもともと最初に話いただいた時にその名古屋の方で別のそれこそコントあのラジオコントみたいなものずっと書かせていただいてたんですでその方から一発電話が来ましてもう忘れもしないんですけどあナルコくん 長いのいけるかしかかし言われなかったんですよ <laughs> でそんなん言われて「いけら」って言うしかないじゃないですか <laughs>。で「長いのいけます」とりあえず、えー、と100分から120分いわゆる映画の尺ですねを、えー、とかけるか確認されてで「かけます」って返してでその後で実はヘビーメタルアウトレイジっていうバンドがいてっていう話になったんですよ。はい、なんでそそもそもの,その条件付けが ヘビーメタルに素養あるかじゃなくて長いのかけるかです、ね、ああそういうとこですか、まあ、そ<う>映画のあれがかけるかどうかっていうそうなんですよかなかなかこんなオファーないぞと思って<ー> <laughs> でその後いろいろ僕の方でもまあ勉強させていただいたりとかがあってで今に至るって感じですかねやっぱ短いものと長いもの全然感覚違うんですか長い方が楽しいんですけどそのいわゆる全体要は キャラクターやったら全員をこう同時に進めていったりとか話を深めていったりとかそれこそ今回だと今までのアウトレイジのその礎というか積み上げてきたものも沿わせながらっていうんですかそれをメインに置いてあとまあキャラクターのなんか喜怒哀楽があったりとかなんで逆に長くなりすぎるんじゃないかなみたいなんがありましたね。 実際長くなりすぎちゃったんですよ。ここだけの話。あ、そうなんですか。そうなんですよ。これめっちゃ削ったんですよ。もう山田監督すみません。本当に。えー、<laughs> 実際だいぶカットしてるんですか。いや、そうなんですよ。二、三十分落としましたね。多分。あ<ー>、だ書きすぎちゃったっていうのがありましたね。ああまあ、それはも楽しすぎてですか。で <laughs> いや、そうなんですよ。楽しくなっちゃうんですよ。こういうの書くと。あ<ー> <laughs> まあ、映画の構想。の段階で。どこにポイントを置いたというか。はい、そうですね。その僕が。 最初にいわゆるヘビーメタルに対して受けた印象っていうのがありましてそれがまさに音がでけえとか例えばえおっかねえとか、はい、いわゆるやっぱ怖いが勝っちゃうんですよね。僕平成元年生まれで、はい、そのいわゆる平成育ち、はい、えとメインになったバンドはバンプ・オブ・チキンみたいなボソボソ言ってなんぼみたいなあるじゃないですか。はいはい、っていう育ちなのでいわゆるメタルイコール怖いもうほんまあのポスターの。 サブタイトルじゃないですけどヘビ,メタヘビーメタルではなくヘビーメタっていう生き方をしてきたんで、はいはい、これを逆にその嘘偽りっていう言い方しちゃうんですけど僕が例えばめちゃくちゃ勉強して「はい僕はヘビーメタル知ってますよヘビーメタなんて呼び方すんなよ」ってやったら嘘バレちゃうんじゃないかなと思って、はい、それやったらもういっそもう僕はヘビーメタルっていうものを一切知りませんもうこのタイミングを機に初めて触れました。 それを主人公やったりメインキャラクターにも投影させたらどうやろうっていうとこからもうそもそも構想が始まったっていう。ああ、そうですか。そうなんですああ、なんとなくはそういうことですね。つながりました。だちょっと自分の投影みたいなのも入ってます。あ<ー>で、実際僕もこうやってあのライブ拝見させていただいたりとかで、あヘビーメタルってすごいみたいな。かっこいいっていうのが生まれたので、実際。やったら、このキャラクターたちもそうなって不自然じゃないし、はい、実際これを見る人もそうなってほしいなと思って。 ああそういう思いなんて聞くことないじゃないですか私たちの方なかなかねなかなか言わないいや今聞いてああそうだったのかだからこういうストーリーになってるのかっていうのはすごく深いというかそういう意味があったのかみたいな今びっくりししまたさっき伊藤聖則さんのお話の中で原案が3つあったっていう。 もうその原案の話ついでにしちゃうんですけど3つあるうちの1個もうこれでやりたいなっていうのがあってそれがまさにこの劇中劇中ったんですよ、はい、でもその1つでいくと要はなんかあのこれだけしか考えてきてないんかいとか思われるの嫌だなとか例えば、はい、あとそのニュアンスの違い認識の違いとかがあったらやだなと思ってこれ多分サラリーマンの方とかそれこそ音楽作られる時にあるかもしれないんですけどその。 ステ企画みたいなのを2つぐらいもう2つ用意して <laughs>、はい、で3つ考えたんですけど「どうですかね僕はこれがいいと思うんですけど」みたいな感じで出して、はい、であの通していただいたっていうような企画がこの今回の劇中劇スタイル。 まあでも劇中劇のアイディアいただいた時に満場一致でしたよ。ああよかった。バンドのメンバーもみんな。まあバンドのメンバーに決める権利は別にないですけどやっぱりアイディアとしてはこういうのあるよってくるじゃないですか。はい、万丈一致でした、ね、いやありがとうございます。で,すね、でもやっぱりストーリー読んだ時に頭の中なんかやっぱハテナだらけ申し訳ないです。えー、それは。これがどうつながっていくのっていうか絵になった時に。 どうなるのってでも実際演んだったらああそうかこういうちょっと複雑は複雑ですけど、うん、複雑だからこそ,こそなんか最後にすっきりするんですよねああ<ー>なんか最後に <laughs> はいそこまでは複雑なんですけど一番のエンディングとこでもすごいすっきりして、うん、やっぱ気持ちよくてその出てる人たちにこの気持ちが投影できるというかそのね伝わってくるものがあるというかなんかせっかく登場人物が多いんでまあ数はじじゃないですけど誰 他にこう感情移入していただけたらいいなと思いながら書いてる部分があって、はい、例えばそれが主人公丹ケさんやあの山内劇中名で山内やったり、あとはなんかえっ、ー、とかなこその女性出てくるんですけど、はい、でもいいと思うんです。はい、それこそ朝倉プロデューサーでもいいと思うんですけど、はい、なんか誰かにあ分かるこの部分やったりとかあ自分やったらこうするなみたいながちょっと思ってもらえたらそれは。 なんんていうんですかね映画見てよかったにもなりますしあじゃあこの目線から今度ヘビーメタルに今まで触れたことなかった人が触れてみようかってなったらもう万々歳というか僕はもうやった甲斐があるなっていう次回も読んでもらえるなと思いながらまあ山内くん、はい、まあ私の役をやってくれてる山内くんいますよねやっぱ見てるうちに、まあ、自分の役なんですけど入り込んじゃうんですよ自分があ<ー>私が入り込んじゃうであまりにも入り込んでかなここは好きになって <laughs> <laughs> 作品を超えて SKE、はいはい、の活動を調べちゃいました <laughs> それ。それまで何の興味もなかったのにめちゃくちゃ一番のファンじゃないですか、ねはい。調べちゃって、はい、<laughs> そしたら昨日の、えー、プレミア上映会の時に、はい、多分 SKE のファンの方だと思うんですけど、はい、これプレゼントですって言ってまああの大川さん、はい、まあ金子公役の大川さんのなんか、はい、成人の写真着物着た写真をプレゼントしてもらいました。<laughs> オタだと思われてるじゃないですかオタ仲間じゃないですかもいややばいですよもうこの映画ねまともに見れなくてねなんか顔が絡むんです何かなんかあの映画の中であれ山田監督のセンスというか趣味なのかこうにっこりと微笑んだりするにちょっとスローモーション的になったりするじゃないですか <laughs> そこにはまってしまうんですよ私が <laughs> いやこういう話聞いてても本当に思うんですけどその。 いわゆるアウトレイジ僕初めて「アウトレイジ」っていうバンドがいますってなった時に周りのスタッフの皆さんから関連ワードみたいなんで、はい、極悪非道っていうワードをもらってたんですけど、はい、全然そんなことないやんって <laughs> <laughs> 今極悪非道の人を <laughs> おた仲間にもらってニコニコしないですよ <laughs> <laughs> そんなことないと思って僕の一側面ですけどね、はい、見方もっともしかしたら深い見方できるのかもしれないですけど入りとしてはやっぱり。 もうなんか優しいごめんなさい、ね、優しいおっちゃんやなと思ってますもう優しいおっちゃんはもう映画の中にもうこう入り込んじゃってどうしようかっていうでこっから入り込んじゃったの出られるのかっていう <laughs> 沼ですよここからアイドル沼にようこそアイドル沼へ <laughs> <laughs> もうお前っちゃいましたね、まあ。もう自分の子供でもおかしくないぐらいの年齢の方ですからね。<laughs> いやいや愛に年の下なんて関係ない。あ、そうですか。ちょっともう頑張りますよ。いやいやあんまりちょっとね<な>ガチ恋の人から怒られちゃうんでね。は <laughs> いはい <laughs> はい。はい。 ちょっと疲れましたよこんなことありますいい映画を作っていただいたと思うこれはもう鳴子さんと山田さんのおかげなんですけどいやいやもうほぼ山田監督のおかげでございます本当にまあ実際に脚本された作品が完成して監督さんやらスタッフさんやらいろんなフィルター通して出来上がるわけですかその自分が作ったイメージとどれぐらい違ったどれぐらい合ってたそういうのってあります でも、ほぼほぼ予想通りというか、あ、こういう感じで描いてほしいなって部分は描いていただいてましたし、それこそ、あの、伊藤さんの、ちょごめんなさいね、伊藤さんの話ばっかりになっちゃって、伊藤さんの動きやったりとか、はい、ぶっちゃけ僕は知らないわけなんです。その、バーンって立ち上がって電話をや、はい、ってガチャーンって切るみたいな。はい、そういうのって、その、ト書き台本上の、えー、動き、書く部分ってもちろんあるんですけど、そこには一切書いてなくて、でもそれが入ってるってことは、それこそ近くで見てらっしゃった、 山田さんやったり、あとはもうスタッフの皆さんですよね、のこういう部分、こういう部分あんじゃねえか、こういう部分あんじゃねえか、みたいな感じで出来上がったものだと思うんで、いい意味でも、何て言うんですかね、予想をはるかに超えてっていうんですか、僕一人の本だけじゃなくて、もう,もう皆さんに手伝っていただきながら書けた本だなっていうのは本当に思ってます、今。 確かにあの台本を読ませていただいた時にあ台本ってその割とざっっくり書いててあるんだなもうほんとセリフ周りと動きここの動きは決めてほしいっていうところぐらいですかね。まあ、その映画の台本なんか読むことないじゃないですかミュージシャンとして映画の台本ってあこれぐらいざっくりであとは役者さんとかがま,あまとめていくのかなっていう監督とか<ー>っていう,う、ね、ちょっとびっくりでしたね。 なんとなくだから音楽でいうと僕はもう作詞だけしてるイメージですね。そっからのそのライブ中のパフォーマンスとかはもう全部演者さんやったり監督さんやったりにもお任せしますっていう感じ。まあ音楽でいうともう作詞とコードが書いてあるぐらいなな、ね。あそう,そうですそうですそうです。あそんであとはお任せしますよってご自由にやってくださいっていうことですね。う本当にそうですね。あだから映画のまあ世界全然知らないんでもう驚きばかりなんですけども、まあ今回ナルコさんのまあ世界観 がなければまあこういうストーリーにならなかったと、まあ、私はもっともそもそも劇中劇にびっくり来た <laughs> <laughs> みたいなとこなんですけども、まあ、この内容もそうですけどもこの「鋼色の空の奏」で、まあ、特に「この鋼の音」っていう字音楽だから音なんでしょうけどもこれどういうところからこれタイトルの話すると2時間かかりますよ。あ2時間喋 <laughs> ってください <laughs> いや結構なん難山と言いますか僕が一撃で決めきれなかった僕の落ち度もあるんですけど結構その言うてみたら、えー、と作品の顔になる部分なのであのー、まあまあいろいろ候補いただきながらどうしようかなっていうのがあってでなんとなく入れたかったものがその実は鋼の方なんですよねメタル、はい、鋼鉄の方を入れたいなっていうのが根底の思いにあったんです。で最初本当に鋼鉄ってて書いて メタルルルってルビフルみたいな感じのニュアンスでどうかなと思ってたんですけどなんとなくそれもしっくりこなくてで「鋼」っていう一文字にすればいいんじゃないかってなった時にもうほんまにその場の思いつきで「あのじゃあ音楽なんで,であの音色をつけて鋼色にするのをどうすかね」みたいになったらもうあの名前出していいんかな小崎さんが「もうなんかめっちゃいいっすね」って言うてくださって多分載せてくれたんやと思うんですけど。<laughs> で、なんかこうまあ、周りのスタッフの皆さんにあそれいいんじゃないですか？って言っていただけてで、鋼色がまず決まったっていう感じですね。で、プラス、その政党、えー、ちょっと別案で大須の太陽っていう案もあったんですよ。ありましたね。ありましたね。で、その太陽とかいわゆる。そういう空を見るような感じ。その開けた土地でみんなで未来に向かってまあ、見据えて走っておくんやっていうニュアンス。はい をそのまま持ってきて鋼色の空で最後まあちょっとえポエミックな感じっていうんですかで空の彼方へってつけてこれでどうでしょうっていう感じになったっていう感じやったかなって記憶はしてますねまあタイトルで重要ですもんねそうなんですよね、うん、別段で一番最初はあのメタルの原子はちぎれないってタイトルしてたんですけど <laughs> <laughs> ありましたね,そ,うですねそれもなんかありましたね鋼鉄って書いてメタルって読んでであの ギターの弦に糸って書いて原子ってない言葉作って、はい、でちぎれないにしてちょっと今流行りのドラマとか映画のタイトルってこんな感じじゃないですか文章チックな。はい にしてこれでどうでしょうってなったらうーんってなって「いやまあですけど」ってで来たりすぐしまって <laughs> これはもうね <laughs> 言いながらって、はい、そうです、はい、さあどうしましょうみたいな、ねはい、感じでやらせていただいたっていうまあでもこの、まあ、タイトルもキャッチですしねいやありがとうございます本当に悩んだ甲斐があって、はい、まあ何よりもずっと待ってくださったのがありがたいなと思って要は一撃で僕がパンって出せなかったので結構タイトル脚本の方が先決まってタイトル最後みたいな状況やったんですよぶっちゃけ。 ってなった時に要はまだ大丈夫ですよもうちょっと練りましょう揉みましょうってまあ、監督はじめ周りの方に言っていただけたからまあなんとかいいものを絞り出せたから手前味噌ですけどと自負しておる次第でございますまあ本当に今回の映画はまあ当たり前ですけども脚本なくしにしてもスタートも何もできないような状況でまナルコさんがもう劇中劇というちょっと自分たちが 何これといういい意味での驚き？思い <laughs> ですかね。<laughs> はい、何これ言って帰らない客がいるといいんですけど。えー、何これと <laughs> いうそのいい意味での驚きからまあスタートして、えー、まあようやくこう人様にね見ていただけるところまで、えー、来ても、まあバンドとしてもう本当誇らしい気持ちで、いえいえええ、ありがとうございましたということなんですけども。こちらこそ本当に貴重なご機会いただきましてありがとうございます。まあナルコさんから、えー、まあ脚本家として見ていただける皆さんに。はいはい こうメッセージみたいなのありますか メタル見たことない現代子供よとりあえず見てからメタル考えですね。素晴らしい <laughs> 素晴らしい <laughs> でも本当そうですよねこの映画をきっかけにまあメタルをまあ知ってもらったりアウトレジを知ってもらったりでも純粋に別にそこに行かなくてもメタルやアウトレジに到達しなくても一つの作品映画作品としてああ楽しかったねとか、うん、ああ感動したねとかそういう何かがこういい反応があればそれで十分嬉しいですよねそうですねほんまにメタル よく分かっヘビーメタルってものをよく分かってない人に向けてっつったらまた語弊ありますけどそういう側の人にも何て言うんですかこう楽しんでもらえるような作品作りを心がけたつもりではいますので、はい、もう何より僕自身がメタルを知らない状態で主人公4人を人物像を作った部分もあるので、まあ、その辺も注目していただきながら。 見ていただければ僕は脚本紙よりに尽きるなと思っている感じですはいナルコさんの、えー、思いとアイデアがぎっしり詰まった鋼 <laughs>、ね、色の空の彼方へ <laughs> バリューパックみたいに言うじゃないですか、はい、ぎっしり詰まっておりますぎっしりとぎゅぎゅっとねはい、旨味がぎゅぎゅっと詰まっております <laughs> ぜひとも皆様、えー、劇場に足を運んで、えー、実際に映画を見てください <laughs> はいよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いします あの時もアウトレージにはその政治力はなかったんでやっぱりレーベルどこがいいだろうかとかそれからどういう音を作ったらいいんだろうかとかねまあビクタリーコードにお願いしてあの下準備だけしてまあと好きなようにやれるとやっぱりそういうことってまあなかなかこう強いマネジメントがない中でねそういうそのポリティカルな部分難しいじゃないだからそうやってて下準備をこうしてあげて だからまああそこがあるから今日あるからね。うん、そうですね。えー、大きな事件だったような。いやいい意味でね。はい、はいはいはい。思うんですけど、ね。えー